すごい、もう早速ありがとうございます。ノブロック TV さんをご覧の皆さん、ご覧の皆さん、ご覧くださった皆さん、ありがとうございます。いや、すごい緊張してました。ずっと緊張してた。だって私にかかってるって思ってたし、だってももちゃんとあのミーヨンさんは見て楽しいじゃないですか。でチャキとセナタンも通常のそのなんていうのリアクションでいいじゃないですか。もうどれだけ佐久間さんのその指示をもとに私がやばいやつになれるかどうかで本当はツインテールしたかったんですけど、あの耳があのイヤホンで言ってたんですよ。そうイヤホンをつけてたのでバレちゃいけないから、そうだから本当はツインテールしたかったけど、でもできないと思ってハーフツインにしようと思ったけど、ハーフツインもここだからこうするから耳が出るからダメだってなって、そのまあハーフツインだけど耳隠れるハーフツインでっていう謎の謎のお願いをしたっていう、はいメイクさんに、うん、イヤホンで全部指示をいただいてました。基本的には佐久間さんの指示は、うん、なんか終わった後にマジで涙が出てきたのは、二人に対してのごめんと、あーやりきったーっていう、なんかだからこれがなんか嫌だ辛いとかの涙じゃなくって、別にあれは全くそうなんかもう安心した。もうなんか二人がそのミヨンさんとももちゃんが、もう特にももちゃんがもう目の前に出てきた瞬間の安心感、マジももちゃんっていうもう佐久間さんはもうイヤホンから来るもう声がもう やりますはいみたいな気持ちだったからもうやりますみたいな気持ちだった。ずっとなんか嫌だ、もう こんなことやりたくないとかっていう嫌より、そういうことじゃない、なんだろう、終わったっていうやりきったっていう安心感とかと、なんだろう、ごめん二人みたいな気持ちが一番強かったです。そこですね、一番は